TDC-DMA は日本語で自分割り伏進、符号分割多元接続と訳される無線通信方式である。慶応義塾大学の中川正夫が開発した IMT-2000 規格の一つ。データ通信で周波数帯域をより効率的に利用できるとされている。周波数分割伏進では、上り下りそれぞれに周波数を割り当て、上り下りの仕切りとなる、 ガードバンドを設定しているのに対し、TDCDMA が採用している、自分割り複信では一つの周波数に上り下りを収容することができるので電波の利用効率がより高くなる。また、上り下りで通信速度を非対称にすることもでき、データ通信を効率的に行えるとされている。また、無線局間の出力調整が精度よくできるため、 移動局間の干渉が少なくできるとされている。移動局間にも自分割り多元接続を導入し、ジョイントディテクションと呼ばれる符号分割の符号数の減少による符号間の直行性の向上による干渉の低減と時間台ティとを組み合わせたものも提案されている。TDCDMA 関連技術は次に挙げる各種の企画がある。IMTTC は欧州では 裏 TDD と呼ばれ IMT-2000 で標準規格として承認されているものである。TD-CDMA 競技の TD-CDMA 方式は慶応義塾大学理工学部中川正夫教授によって開発された方式でインターネットプロトコルに特化した方式であり、音声を VOIP で伝送する。TD-SCDMATD-SCDMA とは中国 電信科学技術研究員、ドイツシーメンスなどが開発。移動局間を同期方式とし、より高速な通信が可能とされる。中国移動の村々通りプロジェクトで使用されている。2009年には、中国移動で商用化サービスが開始された。等方式の系譜に続くとされる 3.9G 世代では、TDLTE と呼ばれる方式で策定を検討されている。 TDS-CDMA は MCSB とも呼ばれる 5MHz の帯域で 500kHz 間隔の最大10の搬送波にして複数アンテナの合成により特定の方向に指向性を持たせるスマートアンテナ技術を組み合わせ TDS-CDMA を高速化したものである。ベナナーにネットワークスのシューグアンハム博士が提案した。米国の T1 委員会の承認を受けているが、 IMT-2000 としては承認されていない。TD-CDMA とも、日本では2016年現在利用されていない。かつては新規参入事業者が採用する動きがあったが、実現していない。例として、IP モバイルは2 0ヘルツ帯の TD-CDMA 方式によるデータ通信サービスへの参入を表明し、2005年9月に申請し、 11月に事業用基地局の免許が認められ、2007年から2008年頃に一部地域でサービス開始を予定していたが、資金不足からサービス開始が数回延期され、一時は TDSCDMA の通信方式の変更を発表していたが、結局は2007年10月30日に自己破産を申請し、総務省に免許を返上することとなった。なお、 ソフトバンクグループの BB モバイルは TDCDMAE アクセスグループの E モバイルは TDSCDMA で携帯電話に参入すると表明し実証実験も実施していたが BB モバイルは当時のボーダフォン日本法人を子会社化したことで BB モバイル自身で事業を行うことを取りやめ E モバイルは現実的な選択肢を取ったことにより WCDMA に 公式の変更を行うこととなった。ありがとうございます。